さと放り出し全力疾走したそうだ。爽やかな子と書いて沢子と名付けられた私は。座敷わらしは人を幸せにするんだよ。幼稚園で座敷わらしみたいと言われたのがとても嬉しくて、本物の座敷わらしみたいにみんなの役に立ちたくて一日一膳をモットーに過ごしてきたけれど、小学生の時貞子と呼び間違えられたのが運の月。あれ、昨日寝れなかった。入学式って緊張するもんね。違うの、テレビでリングやってて貞子超怖かった。これ落ちましたけど、貞子、ごめんなさい。誰に話しかけてもなぜか怖がられたり謝られてばかりで、あの西高校ならあっちですよ。ありがとう。変な形、ほら。はぜはや、おはよう。行こうぜ。じゃあ、おはよう。可愛くない？ああ、くるみちゃんでしょ？あの二人お似合いだよね。お似合いお似合い。風早。そう。ありがとうございます。あのさ、二角とかさ、バカね。すごいバカない？ね。22とかさ、6。すごい。普通に書けばいいのに。
貞子ってあいつレイを呼び寄せちゃうらしいよ。俺3秒以上目合わせたら呪われるって聞いた。マジで？あ、でも確かにあいつそんな雰囲気あるかもね。うわっ、貞子の呪いじゃね。お前また何かやらかしたろ。怒られるぞ。じゃあ怒られる、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 怒られる。あー、貞子、ごめんなさい。なんか先輩の紹介でも安くなるって。そうなんだ。しかも夏休み無料体験があるらしいよ。無料か。ごめんなさい。ねえねえ、本当に霊力あるなら占ってもらおうか。でも話しかけづらいよね。黒沼さんいつも怒ってるみたいだし。そうだよね。おはよう黒沼。3秒以上目合わせると不幸になるんだって。何言ってんだよ。風早信じてないっしょ。リュウ見たよな、さっき。そっか、目を合わせちゃいけないのか。数学のノートを集めますので、持ってきてください。これはと思ってくれ。黒沼さん、あのここ置いとくね。じゃあ俺もよろしく。ここ置くね。よろしく。はい、俺の分よろしく。ありがとうございます。黒沼って偉いよな。え、私がですか？うん。翔太、ちょっと耳かさ。黒沼と目合わすとヤバいって、あれ本当か？そんなわけないだろう。本当ガキの頃から変わんねえな。そうやってな、すぐ熱くなんな。黒沼は誤解されやすいけど、いい子だよ。うん。ん？うん。おめえ、あいつのこと。黒沼が気になるんだったら、自分で確かめりゃいいだろう。担任なんだから。
そりゃそうだな。あー、来週から夏休みか。俺結局彼女できなかったな。あー、俺も一学期とっていいな。でも夏休みってみんなだったから。あ、まだ何も決めてなかった。俺も予定ないよ。どうしよう、夏休みってすぐ終わっちゃうな。このままだったら8月食ってるって終わっちゃうじゃん。そんなの分かってるよ。あれ、風早これもらね。すんの。はい、みんな聞いて。今度日曜、肝試しやります。参加する人、これ貼っとくから裏に名前書いて。なるべく全員参加な。全員参加。行くの？行かないよ。行こうよ。貞子が来たらきっと本物が出るよね。もう怖いけど面白そう。貞子なら間違いないよね。どうしよう、期待に応えられない。霊感があればな、役に立てるのに。黒沼くんな。俺の目を見ろ。え？1 2 3。なんだよ、何も起きねえじゃねえか。え？何？翔太がな、風早が自分で確かめろっつうからよ。え、風早くんが？おめえあいつのことどう思ってんだ？どうって、風早くんはいつも爽やかで。へえ、爽やか？翔太が？はい、っていうかむしろ爽やかからできている人なんじゃないかと。ねえ、それってどういう意味？黒沼、今の絶対悪口だと思われてるぞ。え？ B、 何やってんだよ。やだ、爽やかくさわやかからできてるって。あの褒め言葉です。つか俺そんなに爽やかじゃねえよ。 いえ爽やかです。名字まで。それ言ったら黒沼じゃん。黒い沼なのに。爽やかな子って書いて爽子でしょ。すぐ逃げちゃうし、俺嫌われてると思ってた。嫌うだなんて誤解です。そうやってさ、思ってることをみんなにも話せば。黒沼も来いよな、肝試し。
先生、貞子と3秒以上目合わせたんすか？目合わせたんすか？じゃねえよ、こら！てこ見て。おめえらな、いつまでもいい加減なこと言ってねえで、もっと青春を。先生？どうしたの、君？わ、やべ、貞子の呪いだ！でも肝試しで貞子がお化け役やったら絶対みんなビビるよね。あ、貞子なら絶対よね。貞子お化け役やんねえかな。貞子突っ立ってるだけで絶対怖いと思うんだよね。怖い怖い、やんねえかな。お教えてもらえませんか？は？皆さんに申し訳なくて、霊も呼べないし、みんなの役に立ちたいんです。 お化け役私にやらせてください。お願いします。わあ、なかなかやるな。わあ、貞子あんたいい仕事してんじゃん。吉田さん、矢野さん、私たちから差し入れ。ほい。あ、ありがとうございます。ねえ、次はさ、こんな風にしてみたら？やってみて。こうですか？超怖い、絶対それいけるって。もうなんだ、風早じゃん。ビビった。黒沼来てんなら言ってくれよな、俺一応幹事なんだし。来ねえかと思ったじゃんよ。申し訳ありません。じゃあね、貞子、私たち行くから。頑張れよ。ごちそうさまです。 ありがとうございました。少し休憩したら。一人でこんなとこ怖くねえの？夜は割と好きなので。それに私、 お化け役ができて嬉しくて。お化けなのに？みんなに喜んでもらえるからすごく嬉しいんです。あ、すっげえ。見てみろよ、黒沼。
つもより綺麗に見える。昨日の肝試しの結果発表、罰ゲームは風早に決定。風早ゴールしてないもんな。バレてた。風早来て来て来て早く。罰ゲームはなんと貞子と一週間付き合える件でーす。マジ？めっちゃくだらないこと。こんなの作ったんだ。風早貞子に迫られたんだろ。一緒にいたってだけだろ。そう、何言ってんのよ。いやマジなんない、ただの罰ゲームだって。付き合ったらいいじゃん、一週間ぐらい。こんなのが罰ゲームなんて黒沼に失礼すぎる。なんだよ風早、ただのジョークじゃん。笑えないんだよ、黒沼は女の子なのに。風早、まさか貞子のこと好きなわけ？なんで風早否定しない？まさか風早が。らしくないぞ風早。風早イメージだ。そんなのやだ。嘘、風早が。風早く、もういい加減にしろよ。あの、誤解です。風早くんはみんなと同じように私に親切にしてくれただけなので、だから誤解です。なんで黒沼、黒沼、あいつらもふざけすぎたって反省してるから。親切にしてくれたのに迷惑かけて。迷惑なんかじゃないよ。覚えてる？入学式の時、ここで黒沼が道を教えてくれたの。あの時から俺、あの黒沼のこと覚えてます。だってあの時から風早君は私の憧れだから。憧れ？憧れです。風早くんは明るくて爽やかで、私も風早くんみたいになりたいってずっと尊敬してました。今も尊敬してます。本当です。あの、ありがとうございました。
いつか君に届くだろうか。あの時感じたこの気持ちが。大きくなったこの気持ちが。夏休みどうだった？久しぶり。お久しぶり。おはよう。よし、新学期恒例の席はやんぞ。はい、前へ集合。3列だ、3列。早く並べ。黒沼、お前最初に行け。ほら。貞子が最初？なんで？なんで？俺ら一番最初なんで？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 俺ら並んでたこっち。静かにしろい！じゃああとはお前ら適当にやっとけよ。な、いいな。前後左右は避けたいな。隣のマサシも成績落ちたんだろ。ピンも腹壊したしな。貞子の席30番だ。ごめん。あ、俺9時パスな。私も9時いいや。え？はい、私も。超やりすぎ。なんで龍がそこなんだよ。あ、俺いつもここだから。はぁ、しょうがねえな。ちょ、怖いって。なんて顔してんの。嬉しくてこうしてないと涙が。でも泣くのはお見苦しいので、私この席で心から嬉しい。いただきます。あれ、黒沼食べないの？私寄り道するの初めてで胸がいっぱいで。早く食べなよ、伸びちゃうよ。いただきます。あれ、今日野球部の練習は？あ、早く終わった。うん、これそれ。なんで真田君が？ああ、ここリュンチだから。え？あ、ばあちゃん味噌。はいよ。黒スマ？黒スマって誰だよ。黒沼だよ。リュウ、名前覚えなさすぎ。この3人は小中一緒なんだって。で、吉田とリュウはもっと前からの付き合い。まあ、幼馴染つうか、腐れんつうか、腐れすぎつうかね。こいつとは男兄弟みたいなもんだから。ちょっと待って、どっちが兄貴でどっちが弟だよ。それ気にするとこ違くない？え？
俺が兄貴だろ。嘘。貞子が笑った。なんだ。いつもそんな風にしてりゃいいのに。緊張したりするとなぜかこうなってしまって。緊張すると怖い顔になるの？なんでするの？人生ちゃん。なんだよ、リュウ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あー、くつかー。よろしい、またね。またね。佐田子、またな。じゃあな。お。また。あれ、笠原はこっちでしょ？いや、コンビニ寄るからさ。家こっち？あ、はい。もう遅いし送ってくよ。大丈夫です。あの、うちすっごく遠いので。ただいま。いや、楽団の練習長引いちゃって。お帰りなさい、お母さん。ただいま。お腹ペコペコだ。ありがとう。あれ、佐和子の分は？あ、私、ラーメン食べてきちゃったから。クラスの子に誘われたんだって。佐和子友達できたの？どんな子？さあね、男の子だったりして。え、おい、もう一回、もう一回行こう。おい、ついて。おい、厳しいね。もう一回お願いします。おおお、矢島行こう。よし、はい、行くよ。頑張れ。慎重に。おい、あの、これ練習のお礼です。え、マジで？サンキュー、ありがとう。体育祭のクラス対抗やばそうだな、こりゃ。 すいません。でも私、皆さんの足を引っ張らないよう頑張ります。あ、どうも。どうぞ。ごめんなさい。ボール取ってくれたの貞子だった。うっそ、貞子？マジ？大丈夫？ちょっと貞子やばいね。貞子の噂ってどうやったらなくなるのかな？あの、私に関わっても呪われないという内容の新聞を作り、
みんなの家にこっそり投函するというの。いや、それ絶対恐怖新聞って呼ばれるから。いっそそのキャラ生かせば、貞子が階段できたら盛り上がるかもよ。階段ですか。おー、そう、怖い話を覚えてみんなに聞かせるの。おお、お前ら体育祭の練習か。感心感心。見てろよピン、私のミラクルシュート。おお吉田、期待してんぞ体育祭。来週の中間テストは期待してないかな。あたてんとんじゃねえぞ。しまった、テスト忘れてた。テスト勉強とかすんの？うるさいな。今回はするんじゃん。おはよう。すっごいわかりやすい。サラコ、これでツヤだったでしょ。え、何見して。ほら、見て。うわ、全部手書き。大変だったでしょ。あ、いえ、全然。吉田さんのお役に立てることがあるかもって思ったら、私、嬉しくて。もう貞子ありがとう。すっげえ、そこ貞子の席だろ。どけよ。本当ありがとう。牛乳消してやんねえか。なんだよ、牛乳ばって。黒沼、いっそのことみんなにも教えてよ。え、教えんのもそうじゃん。なあ。おう、いいよいいよ。風はよ。あ、黒沼だ。おはよう。どうしたの。もうね、体育参院の宿題になってたアンケート作ってみたんだけど、よかったら使う。うわ、すげえ助かる。ありがとう。あれ、どこ行くの。あ、ちょっと眠気覚ましに顔を洗いに。黒沼さんだよね。はい。よかった、話してみたかったんだ。え、私と。私、くるみっていうの、よろしくね。はい、よろしくお願いします。はい、10分休憩。はい。休憩後は体育祭のアンケートの議題な。はい。ねえねえ、和葉。え？マルチネスの新しいアルバムもう買った？うん、この間買った。本当？ねえ、今度貸して。私今月お小遣いピンチなんだ。和葉、聞いてる？あ、悪い。なんだっけ。マルチネスの新しいアルバム。うん、じゃあ今度持ってくね。矢野と吉田の噂。ああ、聞いた聞いた、あの黒い噂ね。
っていうか貞子ひどくない？矢野も吉田も貞子と一緒にいると株落とすよね。それ言ったら風早も株落とすっしょ。絶対言えてる。風早も貞子なんかほっときゃいいのに。そうだよね、貞子なんかほっときゃいいのに。貞子、黒い噂？何それ、そんなにヤバいの？吉田なんかヤンキーで少年院入ってたんだってさ。そうで、矢野は中学で男100人切りだって。ヤバくない？ヤバ。へえ、うちらにもその話参加させてよ。誰がそんな面白いでも言いふらしてんの？言えよ、誰なんだよ。貞子、黒沼貞子だって。は？は？貞子が言うわけないじゃんね。そんな器用なことができてたらもっとどうにかなってるっつうの。だよね。だよね。おい、黒沼。矢野と吉田知らねえか？いえ。なんだよ、お前矢野と吉田友達だろ？友達じゃありません。え、そうなの？俺てっきり貞子。ねえ、勉強した？やってないよ。やっぱやばいね。あ、貞子。失礼します。お、待て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 、ちょっと話せよ。ここで会ったが100年目。お前、体育祭のメンバー表作るの手伝え。なんでよ、テスト期間中よ今。あっちくしょう、日のやつ邪魔しよう。貞子、友達じゃないってどういう意味だ？でもじゃあ友達かって言われると。なあ、もうじゃあ何？友達ってさ、どうなったら友達って言えるわけ？ねえ、貞子がどう思ってるかちゃんと聞いてみようよ。貞子、今から大事なこと聞くからちゃんと答えてくれる？貞子は私たちのことどう思ってんの？え、どうって。私も矢野ちんも貞子のこと好きだよ。貞子は私らのこと好き？好きっていうか、好きっていうよりも。ああ、今日の英語の試験ほんとやばい。私も多分 5W11 が出る。嘘、私も勉強してないよ。一緒にいたらよくないかと。Thank you.
慰めてやろうか。うるさいな。また肉まんかよ。あんまんだよ。ほんと変わんねえな、へこむとここ来るところも。別にへこんでねえよ。ヤンキーの噂が原因じゃねえんだろ。あんな噂へでもないわ。貞子だよ。貞子に私らのこと好きかって聞いたら答えてくんなかったんだよね。絶対好かれてるって思ってたのに。汚れてたのかな。貞子なんで好きって言ってくんなかったんだろう。好きじゃないんだろうな。じゃあ嫌いだっつの？かもな。たくさん見る気あんのかよ。でも別の線もあるかもな。別？もしどうでもいいって黒沢に言われたら慰めてやるよ。黒沼だっつの？あ？なんだ矢野、まだ残ってたんか。お前せっかく中間テスト終わったんだぞ。ほら帰れ帰れ。ちょっと図書室に用があるのよ。図書室ってガラか。お前ピンのせいだからね。は？あんたが邪魔するから私ら貞子と。なんかわけわかんねえけどよ、人のせいにすんな。人のせいにしてもな、何も解決しねえんだよ。世の中なんてよ、理不尽なことばっかりだけど、結局自分で何とかするしかねえんだよ。たとえそれが俺のせいでもな。そんな石は練習になんないでしょ。今日は吉田達也は一緒じゃないの？ちょっと待ってよ。どうして叫んの？ダメです、私と一緒にいると。何？ちゃんと話してくんないと分かんないよ。私と一緒にいると私のせいでみんなの株が下がってしまうから。どうして、どうしてそう思うの？もしかして噂とか。本当は吉田さんや矢野さんと一緒にいたい。でもみんなに迷惑かけたくない。迷惑かどうかは
黒沼が決めることじゃない。俺が決めることだ。俺は噂なんて関係ない。黒沼さ、もし逆だったらどうする？何も知らされずに俺や吉田たちに避けられたら。嫌です。うん、吉田たちもそう思ってるかもね。俺にパスしてみて。パスってさ、本気で届けって思わないとちゃんと受けてもらえないんだよ。すぎ。あの子、私のためにこんなめんどくさいことまで。私さ、今日図書館行ったんだ。貞子に階段の本選んでやろうと思って。やなちん。そしたら貞子、図書館の階段の本全部借りてやんの。みんなでラーメン食べた時、貞子ちゃんと笑ったよね。ああ、笑った笑った。いや、びっくりしたなあれは。あの子さ、避けられるのに慣れすぎちゃって、それが普通みたいになってたじゃん。本当は優しい子なのにさ。だから私、ほっとけなかったんだ。そうなんだ。私もね、一人でいることに慣れちゃって自分の感情に鈍くなったりするの少しわかるから。だから貞子がちゃんと笑った時、なんかもうめちゃくちゃ嬉しかった。矢野ちん、そんなこと考えてたんだ。地図だって、貞子のことそんな風に思ってたなんて。なんだ、私らの間ですら知らないこといっぱいあんじゃん。ちゃんと聞かなきゃ人の気持ちは意外と分かんないもんなんだね。貞子の気持ちだって。私ら貞子のことばっか考えてんね。こんなのもう友達じゃん。私らの気持ち今話した全部貞子に伝えよう。ん？あの吉田さん、矢野さん、私迷惑かもしれないけど、クラスメイトじゃなくて。もうびっくりしたんだけど、遠行の斡旋なんかしてんだって。援助交際？やっ
ぱ男から金巻き上げてんだ。やってるでしょ、やんと吉田ならそれくらい。あいつらいかにも悪そうだもんね。だよね、やんと吉田ならね。それは誤解です。貞子じゃん。だからそれは誤解で、矢野さんと吉田さんはすごく優しい人なので。どこが。あんなヤンキーな犯罪者と淫乱。違います。今の言葉取り消してください。矢野さんと吉田さんはすごく優しい人で。うるさいんだけど。黒沼が。矢野と吉田は。千鶴なら教室にいたけど。なんで。あいつらが解決しないと意味ないから。やろう。吉田、黒沼が頑張ってる。え、取り消してください。さっきの言葉、矢野さんと吉田さんのこと悪く言わないで。お前が言うなよ。矢野たちの黒い噂言いふらしてんのあんたじゃん。え、私。どうせ風早に近づきたくて矢野と吉田利用してたんでしょ。まああの二人も適当に面白がってあんたと付き合ってたんだろうけどさ。違う、全部違う。みんなは何も分かってない。矢野さんと吉田さんがどれだけ私に優しくしてくれたか、どれだけ大切にしてくれたか、私がどれだけ。ごめん、ちょっと押して。矢野さんと吉田さんのこと好きよりもっと好きよりもっと大好きか。噂まで流されてまだ助ける気。貞子が言うわけない。貞子じゃない。っていうかあんたらだろ。私らの噂でっち上げたの。ちげえよ。待って、さっきの言葉取り消してください。分かったよ、取り消すよ。矢野さん、吉田さん。貞子、いいんだよそれは。ちゃんと消毒しといた方がいいかな。全然気づきませんでした。私もう必死で。バカだね、なんでこんなこと。私今までいろんなこと諦めてました。みんなと仲良くなりたいって思ってもどっかでしょうがないなって。でも
矢野さんと吉田さんのことだけはどうしても諦められなかった。私が一緒にいると変な噂が流れて傷つけちゃうかもしれないけど、でも貞子、あんた私らが噂で傷ついてると思ってたの？自分が一緒にいることで傷つけるって思ってたの？二人が傷ついた時どうしたらいいかわからないけど、でもそしたら何度でも誤解ときます。だから私二人と一緒にいたい。矢野さんと吉田さんと友達になりたい。私こんなから汚い。貞子、もう一人でいることになれないでよ。知ってる？友達ってさ、気づいたらもうなってんの。私らもう友達だったんだよ。そもたまには役に立つもんだな。なんだよそれ。おめえはいっつも自分の気持ちだけで突っ走りすぎるっつうことだよ。そのうち周りを怪我させて大丈夫だって。すごいだよね、全打席ヒットだもん。でも今のホームランくらい打ちゃよかったのにな。いやまだまだだと思うよ。さわこちゃん、ちょっといい？うん。ねえ地図、ん？最近さわこのとこによく来るあの女さ、何者？ああ、くるみ？正直よくわかんない。私も風早絡みじゃないと喋ったことないしさ。風早絡みね。
さおこちゃん、私の友達だよね。うん。ちょっとお願いがあるんだけど。私好きな人がいるの。協力してもらえないかな。私にできることなら、もちろん。ありがとう。あのね、私の好きな人、風早なんだ。え？もう行かなきゃ。また後で相談させてね。ありがとう、さあこちゃん。何？ごめんなさい。でもやっぱり私協力できない。なんで？協力するって言ったじゃん。友達でしょ。風早くんは私にとって特別な人みたいで。もしかして付き合いたいとか思ってるわけ？付き合いたいってどこに？さおこちゃんの言う特別って恋愛感情じゃないでしょ？恋愛感情？だから私のとは違うって言ってるの。大体特別ってなんで？親切にしてもらったから。そう言われると。さあこちゃん、男子と話す免疫がないから風早のこと特別って思うんじゃないかな。もっと他の男子とも話してみなよ。例えばそうだ、真田とか。真田くん？席も近いんだし、真田とももっと話してみなよ。そうすれば真田のことだって特別って思うんじゃないかな。あのくるみちゃんに真田くんがここにいるって教えてもらって。くら、黒沼沢子。はい。で、何話って？話ねえ、今日ね、沢子ちゃんすっごい可愛かったんだよ。え？ソフトの時ずっと真田見てた。今日大活躍だったもんね、真田。さすが野球部期待の星って感じ。恋愛感情って分かりますか？私はよく分かってないみたいで。他とは比べらんねぐらい大切で特別な気持ち。どうして特別って分かったんですか？気づいたらずっと特別だった。俺はずっと千鶴一筋。今は内緒な。すごく素敵だと思う。昨日あのアルバム聴いてたら曲全部覚えちゃったんだ。そうなんだ。ちょっと風早。Thank you.
なかった。黒沼、リュウのこと好きなの？好きです。あ、でもそれは特別っていう意味じゃないっていうか、クラスメイトとしてっていうか。ごめん。あ、でも真田君のことはすごいって思うっていうか、すごくいい人って思うっていうか。いいよ、ごめん、そうじゃないから。これがリュウの靴箱に？ああ。12時に体育館に来てください、黒沼沙和子。これ沙和子の字じゃないよな。うん。でも来たぞ、黒岩。黒岩じゃなくて黒沼な。なんか怪しい。え、で沙和子は？どっか行った、翔太がさらって。風早川が？来たんだよ、あのアーモンドっぽい女と。アーモンドっぽい女？くるみちゃんさ、沙和子と風早引き離そうとしてんでしょ。なんで私が？私見たんだよね、くるみちゃんがこれ龍の靴箱に入れるとこ。だから何？残念ね、またうまくいかなくて。沙和子って案外手強いでしょ。くるみちゃんと違ってまっすぐ正直だからさ。やるちん、あのすみません、私話見えないんですけど。前からおかしいと思ってたんだよね、トイレの時の沙和子の噂。それまでの沙和子の噂とちょっと違うし。そういえば霊感呪い系じゃなかったよね。微妙に風早絡んでるし、あんなの風早が好きな子がやったに決まってんじゃん。ねえ、くるみちゃん。ねえ、ちずちゃん、あやねちゃん、どうしたの？沙和子、この子、沙和子のことはめようとしてたんだよ。え、そうだったの？トイレの時の噂流したのも、くるみだったの。それは誤解だよ、くるみちゃんはそんなことしない。だってくるみちゃんは友達だから、私に大切なことも打ち明けてくれて。ほんとうざい、あんたのそういうとこがムカつくの。あんたなんて一度も友達と思ったことないから。噂流したのも私。それが何か？なんでそんな汚い真似すんだよ。だって沙和子ちゃん邪魔なんだもん、風早の周りうろうろしてさ。あんたなんてずっと一人でいればよかったのに。おい、沙和子に謝れ。いいよ、風早に全部バラそう。バラせばいいじゃん。いいよ、バラせば。まだあんなやつのこと。いいよ、沙和子がいいって言うなら。のっちん、沙和子どこ行くの？本当はさっきくるみちゃんに伝えたいことがあって来たの。私
まだそのこと伝えてないから。何？私の風早くんに対する気持ちは やっぱり特別だと思う。くるみちゃんと同じ。こんなに緊張するんだね、友達に言うのって。友達じゃないって言ってるでしょ。私の方がずっとずっと風早のこと好きなんだから、佐和子ちゃんなんかの気持ちと一緒にしないで。中学の頃からずっと風早に好かれるために努力してきた。頑張って同じ高校入って、周りも応援ムードになって、やっと告白できるかもって思ってたのに。でもそんなの意味ないじゃん。風早が好きになってくんなきゃ意味ないじゃん。知ってるよ、風早が私のこと好きじゃないことぐらい知ってる。だってずっと見てきたんだから。どうせ私は佐和子ちゃんみたいにまっすぐ正直になんてなれないよ。なんて大嫌い。体育祭実行委員会これにて解散。お疲れ様でした。どうぞ。何が？何？気になるじゃん。風早。私風早が好き。ずっと風早が好きだった。ごめん、好きな子がいるんだ。私に告白されて、少しでも
嬉しかった嬉しかったよありがとう風早って本当女見る目ないよねこんな可愛い子もう二度と現れないんだから似合うかな少しは大人っぽくなったとこ見せたいんだよね珍しいね千鶴ちゃんがそういう本見てるのえだってもうすぐ正月だしもうすぐってまだ11月になったばっかじゃんお正月そんなに好きなんだ千鶴はねお正月は片思いの彼と一緒なんだって片思いって言うの、まあ、本当のことだけどさガキン頃から一緒だからいつもは家族みたいにしか思われてないんだけどさたまには女らしいとこ見せて見返してやろうと思ってえそれって三秒ルール知らないのあのもしかして千鶴ちゃんの好きな人ってはいうん今昼休みうん分かった彼氏うんヤナチンの今度の彼氏大学生なんだって大人だな千鶴ごめん今日の買い物付き合えない、政治や文化の勉強をするために1年9ヶ月の間日本を離れヨーロッパやアメリカに渡りましたこれが岩倉使節団ですその間に日本に残った西郷隆盛や板垣退助たちは清や朝鮮に外交を依頼します1871年のことですこの年代に関係する人物です黒沼よっ風や吉田あのこれから千鶴ちゃんと買い物に行くのでそうなんだあごめんね風や私の方が先約だからさあでももしよかったら風早くんも一緒に行って千鶴ちゃんが違う
いいかな。こっち？やっぱこっち？どっちもいいな。せっかくだから男子の意見も聞いてみるか。あ、風早、どっちがいい？こっち。そう？サーコ当ててみて。高いんだよな。いやでも奮発しちゃおうかな。黒沼、俺用事思い出したから先帰んね。吉田、俺先帰る。じゃな。お、はいはい。ありがとな。あの聞いてもいいかな。千鶴ちゃんの好きな人ってああ龍の兄貴なんだ。え、真田くんのお兄さん。そう、まあ今は東京に住んでんだけど、毎年正月には帰ってくるんだ。お父さん、練習頑張ってるね。うん。コンサートまでもう1ヶ月くらいしかないからね。大晦日のコンサートが終わったら、今年も母さんと3人で沢子の誕生日お祝いしようね。うん。今年のパンフレットね。沢子、前から言おうと思ってたんだけど、最近寒くなってきたし、すぐ暗くなるし、冬の間だけでもバス通学にしたらどうかな。え、あ、私なら大丈夫だけど。沢子のことが心配で仕方がないのよね、お父さんは。やっぱり女の子だからね。あ？バス通学にしたい？はい、暗くなると父が心配するので。じゃあ生徒手帳。あ、はい。後で反抗しとくからよ。お願いします。私の生徒手帳なくしちゃったんですか？捨てちまったかな。安心しろ、再配行してっからよ。そんな困ります。大事なものなんです。そう言うなって。あれだろ、これがあれば学割きっからよ。黒沼、形にこだわんな。大切なのは内容、つまり心だ。心。分かったな。よし、部活行ってきます。よっしゃ。あ、お、来た来た。みんなどうして？黒沼待ってた。え、みんなでラーメン行こうって話になって。私早く帰るってお父さんと約束しちゃってて。
そっか。じゃあまた別の日にするか。じゃあ俺黒沼を送ってくよ。大丈夫だから。それに私今日からバス通学になったので。じゃあもう一緒に帰れないの？まあ佐和子んち遠いし仕方ない。じゃあまた明日な。明日ね。私たち行くね。あ、お。また明日な。じゃな。おはよう、クロノマ。おはよう。あ、ね、ねえ、今度の日曜、クリスマスイブにするパーティーの会場の下見に行くんだけど、クロノマも一緒に行かない？え、日曜？事前に言えば、お父さんも大丈夫じゃない？うん、聞いてみます。あ、おはよう。あ、おはよう。なんだよ。あ、イブのパーティーの会場。うん。今度の日曜一緒に下見に行こう。ああ、行く行く。私駅前に超いい店してんだよね。チーズ。あ、あやねちゃんは？ああ、私は日曜日彼とデートだからさ。そっか。でその店さ、駅近いし新曲美味しいんだよね。でまたすごいのが料理。なんかポテトのデカ盛りみたいなのがあって、バケツみたいな容器にこんなんだよ。やっぱいた。あ、いや、待ち合わせの時間前だなって。黒沼もパーティー来るよね？私も行っていいの？当たり前じゃん。嬉しい。あ、でもクリスマスイブは家族でお祝いすることになってて。でも私行きたいから聞いてみる。それでさ、パーティーの後なんだけど。あ、風早っ。ねえ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 、クリスマスパーティーで何やるか決めた？いや、まだ何も考えてない。手品やるって。これでも手品じゃないけどね。驚かせようと思ったのに。いや、驚かないよ、こんなの。これひどいからね。すごい練習したんだよ、これ。あ、もうそこそこ。ギャロチンがやばい。ちょ、一緒に来て。あやねちゃんが？やってみよう。あ、カズレ、悪い。私と佐和子、カラオケ屋の下に行けなくなったから。なんかあったの？あ、ごめん、これ以上聞かないで。これ女子部の話だから。ちょ、カラオケの場所分かるよな？え、はい。あとよろしく、佐和子行こう。
ど。どうしようか。じゃあ俺たちだけで歌っちゃおうか。あ、いいじゃん、それ行こうよ。大学生だから大人でいいなって思ってたのに、私が浮気してんじゃないかって何度も何度も連絡してきて、なのにデートをドタキャンされて、もうめんどくさくなっちゃってさ、もう限界、潮時だな。それって、リュウのお兄さん、え、まだ正月じゃないのに、え、なんでなんでなんで。千鶴、ち、俺この子と結婚するんだ。はじめまして、片山遥です。はじめまして。タンバリンとかもなんかさあ、しなんで。なんかさ、ミラクルの方に良かったじゃん。そうだよ、うん、でさ、一曲目あの歌で盛り上げてよか。ほら、ジョーがあの女のパートを歌いやすかったんだよ。いやいや、いきなり声出ないよ。でもさ、先にジョーが歌ったらその後の調子歌いやすくなっちゃう。そうだよね。ウケるかな、調子。ウケるよ。俺の気持ち届いてんのかな。あ、せや、ちょっと見て見て、ほらほら動き出せない。あ、うん、めーね、もうその辺にしとけば。うん、すいません。はい、豚玉もう一つ。はい。いや、でもあれだよね、親のちも大変だよね、そんな疑り深い彼氏でさ。私の話はもうどうでもいいんだよ。え、あーこ、あーちゃんなんでそんな怖い顔してんの。ちづちゃんが一番辛いのに、私が泣いては申し訳ないと思って。休みはパートしか。あんたは冬休み歩行でしょ。ああ、もうやだな、もう。私行かないから、イブのパーティー。彼氏と決着つけるんだ。実は私も龍が店手伝いって言うからさ。あいつ女心分かってねえんだから。そうだ、沢子、お父さんにちゃんと言えた？イブのパーティーのこと。それがまだ。ダメじゃん、あさってなのに。沢子はイブのパーティーに行って風早いと楽しんできなよ。うん、今日こそ絶対お父さんに言わなきゃ。黒沼、風早くん、黒沼、俺と付き合ってくれないかな。でも今日はちょっと大切な用事があって。そうじゃなくて、
の彼女になってほしい。え？あ、これイブのパーティーの後一緒に来よう。みんなとじゃなくて二人で。俺クリスマスイブは黒沼と二人で過ごしたい。大丈夫かな？なんか不良っぽいし化粧なんかしちゃって。サワコ、イブのパーティー行かなかったんだって？そうだよ、なんか珍しく風早が切れ気味で変だったって他の奴らが言ってたけど、なんかあったの？どうしたのサワコ？泣いてちゃ分かんないよ。ねえどうしよう。お母さん、サバコ泣いてる。ん？なんで？分からないよ。どうしよう。どうしたらいい？そういえばサバコ、クリスマスも元気なかったわね。風早くんに付き合ってほしいって言われて、大好きなのに、でも付き合うなんてなんだか不安で、その私もう真っ白になっちゃって。断っちゃったの？なんで？すごく。すごく嬉しかったけど、でもそう言ってくれただけでもう十分。風早はちゃんと告白したんでしょ？風早がちゃんと言ってるのになんで答えてあげないの？チーズ、あんたはさ、そうやっていつも自分なんてって思ってるみたいだけど、自分を信じないってことはあんたを好きだって言ってる。風早を信じないってことなんだよ。あんたを好きだって言ってる。
私らも信じないってことなんだよ。地図落ち着いて。風早はちゃんと佐和子に気持ち伝えたんだよね。佐和子はちゃんと自分の気持ち風早に伝えた？風早も男だし、あれで頑固だから一旦断ったものをやっぱりって言っても難しいかもしれないけど、でもダメでも気持ちだけは伝えた方がいいよ。風早、家の手伝いとかで忙しいみたいだけど、大晦日の八雲神社のカウントダウンには来るって。ね。夜の11時集合だって。でも大晦日は。どうしたの？気分悪い？ううん、黒沼に告ったんだって。なんでお前がそんなこと。千鶴、そうだよな。元気ないんだ。あいつ自分のことより他人のことで落ち込むタイプだからさ。黒沼ってどんなやつ？え？なんだよそれ。いいから言えよ。黒沼はいつもひたむきで一生懸命で、純粋で、感動屋で、まっすぐ正直っていうのかな、いっつも人の気持ちばっか思い当てて。気持ちちゃんと思い合ってたかな。おらおらおら、何やろう。二人でコソコソやってんだよ。ヒン、巨頭に大掃除させられたらよ、ひょっこり出てきたよ。これお前から返しとけよな。
なんで俺が、っていうか誰のだよ。黒沼。それと御所を大事に。こんなもん挟まったぞ。ま、そういうことだからよ。黒沼の気持ち分かってやるよな。な、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 なんだよ龍。いいから。おーい、ちょっと、まあ、こっからがいいとこだろう。ほら話せよ。どうした？沢子が生まれるって連絡受けたのも開演前のこの時間だったな。楽団のみんなには迷惑かけちゃったけど、お父さん沢子に会いたくて会いたくてしょうがなくて、シンバルを掘り出して走っちゃってね。沢子に会えた時は嬉しかった。あんなに嬉しかったことは他にないってぐらい本当に本当に嬉しかったんだ。まあお母さんに会えた時も嬉しかったけどね。お父さん、私会いたい人がいるの。今日じゃなきゃダメなの。会ってダメでも ちゃんと気持ち伝えたい。だったら行かなきゃ。本当に会いたい時には全部放り投げていくもんだから。Thank you.
こで何してんの。風早なら真田と裏の公園行ったよ。ありがとう。風早くん、ありがとう。じゃなくて、私、風早くんのことが、いいよ、ゆっくりで。俺もずっとずっと黒沼が好きだよ。夢みたいだ。
届いた。あ、ごめん、誕生日におめでとうって言ってあげられなくて。新年の初めに黒沼と一緒にいられてよかった。これからもよろしく。